三陸潮西八の号として、八の兵器へ直通運転した時の様子三陸鉄道 36R 型機動車は、三陸鉄道に所属する機動車である。2005年3月13日に営業運転を開始した。2004年に36から400系2両が廃車となり、その後継車両として2005年2月に、新潟トランシスで36の600型として1両。 製造された。36から300系、36から400型と同様に昭和初期の時代をイメージした作りとなっている。その後、2006年3月にも1両が製造され36から600型は2両となった。愛称は三陸使用債。2014年2月から3月にかけて36から600型はブレーキ装置を自動空気ブレーキから 電気指令式空気ブレーキに変更し 36R 型に形式変更。これにより36から100系200型とは連結できなくなった。また、同年3月に外観が紫色基調となった 36R31 両が南リアス専用の新レトロ庁車両として製造され、同年4月より営業運転に投入された。 これにより 36R 型は3両となり、36から600型は形式消滅した。団体化仕切りや規格列車用の車両として用いられている。R1 と R2 は新生当初から北リアス線に配置され、東日本大震災による被災までは JR、山田線宮古釜石間を介して、南リアス線まで直通した実績もある。R3 は、 南リアス線に配置された。2019年の JR 山田線宮古、釜石間の経営移管によるリアス線開業以降は、宮古運行本部に配置が統合され、全区間で共通運用されるようになった。このうち R3 は、釜石発のリアス線開業記念列車に使用された。36Z1 系、36から700型と連結して運行されることもある。 内装は、キメの壁というか、照明には、シャンデリアと壁等が使用されている。移動制約者にも対応するため、車椅子対応のトイレや乗降用スロープが設置され、駅名等の LED 表示器による、視覚表示やドアの開閉時にドアチャイムメイド等の設備が施されている。また、車椅子用のスペースが1台分あり、団体列車としても利用できるように、R1、R2 には、 カラオケ装置及びモニタビデオデッキ、DVD プレイヤー、冷蔵庫等を備えている。R3 には両側の運転台の右側に主に子供向けの模擬運転台が設置されている。なお、R3 は同時に製造された 36Z1 型に外観の特徴が似ている。ありがとうございます。